リピーターを使った演奏回路の基本的な作り方をご紹介します。スタート部分はブロックを置いてボタンを乗せます。スタートを中心に右へリピーターを4個置きます。レッドストーンを縦に伸ばします。次は左にリピーターを8個置きます。レッドストーンを縦に伸ばします。今度は右にリピーターを8個置きます。これを繰り返してジグザグになるように配置します。リピーターは設置した後ワンクリックします。変更がある場合はリピーターの上に数字を書きますので指定回数クリックしましょう。リピーターの間に音ブロックを置きます。音がない場所は何か別のブロックを置きましょう。動画の後半には数字が書いてある音ブロックが出てきます。数の大きさは音ブロックをクリックする回数で、色は下のブロックの種類を表しています。ピンクとグリーンは草ブロック、オレンジは木のブロック、白は石のブロック、黄色は砂ブロック、水色はガラスブロックです。この回路はアレンジして楽しむこともできます。ピンク、グリーン、オレンジの数字の下に妖怪ブロック、粘土ブロック、金ブロック、ウールブロック、骨ブロック、このどれかを置くことで音色を変えることができますので、自分だけの組み合わせでアレンジに挑戦してみてください。最後にスタート部分のボタンを押すと演奏が始まります。以上がリピーターを使った簡単演奏回路の作り方です。次は音ブロックに数字が書かれた画像を流していきますので、一時停止しながらご覧ください。音ブロック演奏は疲れた心を元気づけ、やる気や集中力を取り戻してくれます、ってお医者さんが言ってました。音ブロック演奏のさまざまな楽しみ方をこれからも提案してまいります。チャンネル登録はこちらから。ご視聴ありがとうございました。